プラスチベースとは、対象と病薬品販売、対象製薬製造の炭化水素ゲル軟膏機材である。内容物として流動パラフィン95%、ゲル化剤としてポリエチレン樹脂5%を含む。1959年2月16日に発売され、古くから使われている。10g あたり47.9円と安価である。高質油から生成されるが、 不法脇を持たないので科学的に安定している。室温保管で使用期限は3年である。抗原性が低いので軟膏剤の機材として広く用いられている。白色はセ理によりも洗い流しやすいが、疎水性の軟膏であるためクリーム剤よりも洗い流しにくい。刺激性の少ないことから目軟膏の機材としてはこのプラスチベースと高純度な。 眼科用白色ワセリンであるプロペトが用いられることが多い。人の皮膚は皮脂腺からの分泌物に覆われており、嫌気性環境で表皮ぶどう球菌などが強制している。プラスチベースによるアルカン皮膜はその代替として有用であり、皮膚の湿潤療法でしばしば処方される。 http://www.interq.or.jp:/ox/dwm/ses/se71/se71298a1.html <ッ>ありがとうございます。